じゃあちょっと映画でも見ようかな俺。映画でも、まあ映画でも見るっていうか、もう前に多分見て、これちょっとややこしいねんけど、このフライトトゥーノーウェア押したらアトランティックフライトが映んねん。アトランティックフライトを押すとフライトゥーノーウェアが映んねん。だからこれを押すで、これを押して、これを俺は見たいから、これを押してまず見てきや。ほんだら一番最初にね、ほらアトランティックフライト流れるやろ。これ俺前見たやつやと思うね。ほらもうこのガンガンゴッドファーザーに寄せていったみたいな曲めっちゃ聴いたやろ。これでこれディッコマーロー Ultimate White やから。あ、これ国税局のものが来ました、まだ12歳の子供ですとかから始まって、で後藤の結婚式の話した、なんかちょっとここで真っ白で坊やが決め込んできてる、マリファナ売ってない、笑ってしまってるもん、あいつここすこ、ほんまね、上手でしょっていう顔してるこいつ見てもね、上手でしょ、これうちの旦那さんの上手でしょっていうのを目くばせで周りに言うの。下の家の人怒ってこめそんなさ、そんなバシ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 したらどう見たらええねんっていうふうな顔してるの、右のやつほんでどこみたいな、なんかちょっと危なそうな顔してるなんか飛んできそうみたいな、ちょっと一個首引いてるやろ、ほら飛んできそうやん、なんかあれキラキラ一個飛んでくるんちゃうか思って、それを避けてんねんで俺にそんなことされてもみたいな。こっからや、お前ここ関西人か、なあなあこの時間にお前、なあお前この時間お前取り立て禁止やぞ、お前10時過ぎたらお前知らんのか、取り立て禁止のお前知ってるわ、私はそうか、どうしてん手冷たいお前、冷えそうか、ええそうよ、冷えそうかお前、ほんだら一緒やんけ、ほんだら俺も冷えそうやねんで、うん、いやこれ見てほら、これ見てごらん、これこれ通信簿小さい頃にそれで3取ってん全部、あそう、お前とだって3取れへんやんお前だから、あそんなことないわよ、私だって取れるわ、でもここの音楽1位じゃない、違うやん、バーン来たらほらバーン来たらこれで、そうだ3円、へえ考えたものね、あカリッジ、何言うてんねんお前、なんでお前がわけわからんこと言うから、お前ガッシン言わしたらならんか思って、俺はお前に今きついこと言うたかもしれん、そんなこと言われたら私もきついこと言われたかもしれないわ、そうやろ、お俺は今きついこと言うたからな、きついこと言うたやろ、お前耳聞こえたんちゃうか聞こえたわ、聞こえた、ちゃんと大人が作ったんこれ、あ、なに見てたやんか、見て、あ、言うてくれよ、ほんだそ恥ずかしいやんけ、練習してたのに、いや、大丈夫よ、私らしだし、あ、そう、ほんだこれ見せろか、これをこうやってな、ほんで、これでぐるん回るやん、ほんだブランコやなってみたいやからな、ほんでこうぐるんぐるんぐるん回り、こう左回りやれやん、ルールやん、これぐるぐる回って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 したら目回るやろ、目回ったらそれで目回って見えへんな、他のやつが見えへんなるってことだ、ほな他のやつが見えへんなるってことはどういうことか分かるか、あ分かるわ、最高ってことね、おうそう、お前ことな、お前こと言うようになったの、あの時はそんなことなかったのにね、知らん、上手にこんなせんやったんやんけお前、会話をえその耳たぶみたいな、お前帽子かぶりやがって、ほなお前その上の目玉みたいな、お前の目の大きさには全然劣らへんわ、お前鼻までかかるんちゃうんか、そうよ、お前鼻までかかるメガネ、お前そんなバーって頭にかけといてさ、おしゃれのつもりでやってんのかお前、そんなお前舐めたらあかんと、お前飛行機をビューン飛んでいくんやからな、ビューン飛んでた時にお前の目ん玉それ守るって、そんなこと言われたって、ほんだもう俺はほんだお前を守らへん、大丈夫よ守れるから自分で、そんなお前それいやほんまにお前舐めてんな、お前ほんまに飛行機のこと舐めてると思うわ、それそんなだからおしゃれみたいなことをしてるようではこの海は渡っていけませんって言うてな、飛行機やけど海やって言うたんは今のおじさんのジョークや、せやけどもおじさんがそうやって言うてんやからお前はそれは聞かなあかん、じゃないとバーンや
な、わかったか、一つだけ俺さんの言うことを守れ、一つだけ言わへんかったらバーンなってバーンなるからな、わかったか、今から言うぞ、今から言う一言を守れよ、いやよ、ブーン、おい危ないじゃないかあれ、大丈夫や、そんなもん、なんか、なんとかなら人生誰だ最後死ぬし、ブーン、おおあれさすがにまずいんちゃうか、あれ逆向いてしもてんだ今、大丈夫や、上も下もあらへんから、なんだって左と右はあるのか、うわうわうわ、ただいま快晴の天気を迎えました日本後楽園球場、対するはモハメド・アリ VS アントニオ猪木の戦いが今開幕式をされようとしています。あーっとモハメド・アリの華麗なターンが今アントニオ猪木を翻弄しております。さあ降り品の会、さあ降り品の会といったところか、3機のこの飛行機がまるで三つ子の兄弟のように息がぴったしだ、さあ降り品の会、さあ降り品の会といったところか、さあ次降りるか、次降りるか、降り品の会、さあ降り品の会というところです。さあどこまで飛んでいくのか、あ、三つのこれは三つ編み模様か、さあ三つ編み模様を叩き出すか、何の絵が描いているのか、あこに書かれた文字がすなわちこれが優勝の一言ということになります。あっとこれはフォークのように、フォークのように広がっていった、どうしたことでしょうか、デーモンの右手か、ドエモンの右手を描き切った、あっとこれは太平洋軍の艦隊が攻撃を仕掛けてきている、今まさに太平洋艦隊が攻撃を仕掛けてきています、のっぴきならない状況だ、よっしゃ、いかないいかない、俺ら向こうで、俺ら向こうで、おい待てよ待てよ待てよ、おいどうしたんだあの女は、いや知らんがそんなもん、あくそ、ちょっと待てバスローブ脱いでくるわ、ほんだ一旦、よっしゃ、110、事故ですか、事件ですか、事故です、頑張ってな兄ちゃん、明日の自分を作るのは今日の自分やで、ベア、バオバオバオ、どっから声してんねん、どっから声してんねん、あ、どうしてんどうしてん、やりてんな、殴られたんか、おい言うてみよ、ほな兄ちゃんに、兄ちゃんに言うてみ、帰り道に襲われたんだ、なんやぞ、お兄ちゃん、ほな言ったらえ、おっしゃ、ほな兄ちゃんに教えてみ、どこでバイ、どこでやられてん、どこ中のやつや、どこ中のやつ言うてみ、あ、誰が喋ってるか分からんさあ、アテンションプリーズ、アテンションプリーズ、東京は間もなくゴール地点へと到着しますといったところでしょうか、さあ、2番手乗っていってきました、2番手乗っていった誰かが分からない、さあ、果たして追いつくことができるでしょうか、白熱して展開になってまいりました、ダメよ、ダメダメ、なんだそれは、結構昔のこと言うなお前、よし、ここが俺らの家だ、これからよく見とけ、覚えとけよ、じゃあ俺らリビングから入る、すいません、入ってます、トイレ行きたいんですよ、入ってます、今まだ、うん、入ってるよブーン、あー、ほんま腹減ったねえ、なんて、なんで言ってわからん、なんて聞こえへんや、お小さい声でさっき、ここもお前そういうとこあるわ、なんか昔から、何言ってわからへんねん、ずっとな、なあ、言う、あ、思うことなんて言い返してみ、お前、なんでわからんねん、お前は、お前なんか、うー新郎、たけし君と新婦、みちこさんは永遠の愛を語り合いますか、語り合うならば、それでよし、語り合わないならば、それもまたよし、お互いの好きなようにしなさい、おい、何言うてわからへんねん、お前いつも。なあ、お前はわからへんねん。もう消え、お前は。
新郎よしこよしき君と新婦よしえさんは永遠の愛を誓い合いますか。誓う合うならば合う。やったやった、よっしゃ、またほんとチャンスあるか、阪神に阪神チャンスあるか、ほんとまだ、よっしゃ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 、可能性あるやんけ。まだマジック、何マジック消えたってか、ジャイアンツの。よし、じゃあ僕も行ってきます。あ、お弁当持っていった、自分お弁当持っていきましたか。持っていったよ、持っていった、大丈夫だ、持っていった、持っていった、お弁当持っていったよ。お弁当持っていったならありがとうです。何してんの俺これな、もう俺40分ぐらいこれ喋ってるけど、映像見て何してんのこれ、なんか笑えてきた、何言ってるの、もう。おー、なんか言うた、お前さっきから。うん、見てるよ、ずっと。あああかん、でもそれでもあかんわ、ジャイアンツ。ねえ、僕さトイレ行きたいんだけど、何言うてるか分からへんって。だからお前は何言うてるか分からへん、うるさい、聞かへんね、全然周りうるさすぎて。朝顔は7日目には発芽し、そして1ヶ月を経つ頃にはもう花が咲きました。種は2つで1つになっていて、何手前のどちらもの手前が平べったく、なあちょっと椅子傾きすぎじゃないか。どうもなかなか座りにくいんだけど、まあまあそんなもんじゃない、ちょっと高いところってそういうのなんだと思うよ。ダメだ、ピーチしか乗ったことない奴らばかりだ。そうみたいね、三角形の秘密も教えられたもんじゃないわ。なぜ俺にも教えられない、あなたも乗ったことないでしょ、ピーチぐらいしか。ピーチで沖縄にしか行ったことないって聞いたけど、私本当はどうなの、本当のところが聞きたいわ。いや教えられないね。じゃんってこと、うん、何言ってんだお前は。コーヒー、いやコーヒー、私はコーヒーじゃなくてカフェオレ、いやお前はコーヒーだ、カフェオレよ。私はそんななんかストレートみたいなの言わないで、お前はストレートな方がいいと俺は思ってる。じゃなくてちょっとまろやかさも必要かなと思って私カフェオレになったのよ。それは分かってる、俺だってその時に同伴したからな。これ食べて死になさいよ。なんてこと言うんだお前は。そんなわけにいかないだろう、俺はアルコール中毒なんだよ、アルコールのアレルギーさ。アルコールアレルギーって意味わかるかい。わかるわ、わかるわよ、わかる。ないんだよ別に。だからわかってるから言ってるのよ、アルコールを飲んで死になさいよって。なんてこと言うんだお前は。だからそんなこと言える義理はないぞお前に。あなたの足は臭いの、本当に臭い。なんでそんなこと言うんだお前は。そんなつもりはないぞ、俺は洗ってるし。でも臭いのあなたは。もうそんな、まあ仕方ない、じゃあ洗ってこよう。分かった、足湯についてきてくれ、いいわ。よし、じゃあ行こう。いや元気かい。あなた私の何なのよ、何言うの急に。急に、そうよ急に言うじゃない、あなた元気とか、元気かなと思っただけじゃないか。元気かどうか、私が元気だからってあなたに何の得があんのよ。そうだね、確かにそうだ。もういい、私はもういい、こういう人なの。元気か、元気かどうかだなんてあなたに関係ないわ。頼む、ほっといてくださいませんか。お願いします、本当に頼みます心から。あなたに
わかった、じゃあもう聞かないでおくよ。出来心だとしても聞かないで。それが世界を救う唯一の方法よ。ああ、右の拳か。何？どういうこと？違うんだよ。右の拳か左の拳がどっちの方が拳として硬いかなと思ってたんだ。うん。まあ僕も一回それを思ったことあるよ。右利きってあるだろう？うん。俺右利きだよ。右利きってなんで右利きだと思う？それは右手ばっか使うから右利きだって言ってんじゃないのか？うん、でもそれならじゃあ最初から右手使ってない0回の時になぜ右利きなんだよ。じゃあなぜ右手1回目使うってことなんだよ。わかんねえよそんなこと。したこっちゃねえんだよ。俺は医者じゃねえんだから。それではもう左利きでいいよ。じゃあ、いやダメだ、お前は左利きじゃない、左利きじゃない人間が右利きって言うんだ。わかったわかった、もうじゃあ俺はどっち利きでもいいよ。俺は右利きでいいし左利きじゃなくてもいいな。何やめなさいよ。右利きだって左利きだっていいじゃない。どっちにはもうどっちの良さがあるのよ。それは分かってるよ。だからどっちの方がいいとかどっちがどうしてとか聞かないで。お、仕事する人じゃないか。仕事振る人もいるようだな。あー、これは久しぶりだ。本当に楽しみだったよ。はっ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 。